ご製法は台湾の歌手、シンガーソングライター。ロックバンドソーダグリーンのメンバーでリードボーカル、作詞、作曲を主に担当している。自らの楽曲以外にも多くのアーティストに楽曲を提供しており、現在発表されている作品の総数は250曲以上に上る。1982年、台湾の台北市に4人兄弟の末っ子として生まれる。 台湾師範大学附属校中時代は校内媒体の編集長を務め、1999年、高校3年時に生涯第一曲目となる、木を作曲した。2001年、国立政治大学在学時にソーダグリーンを結成し、2004年に、正式デビュー。2005年にリリースした、ファーストアルバム、ソダミドリがヒットし、一躍大スターとなる。 2007年には、インディーズ系バンドとして初めて、台北小巨端でコンサートを行った。同年、前年にリリースしたアルバム、小宇宙に収録された、少女歌が、台湾グラミー賞といわれる、金曲、進むの最優秀作曲賞を受賞した。2017年から2019年まで、バンド活動を休止し、2018年にシングル、エブリバディウーフで、ソロデビュー。 2019年9月に初のソロアルバム、ふとし空人をリリースし、このアルバムで2020年の金曲進むで最優秀男性歌手賞を受賞。現時点で唯一最優秀作曲賞、最優秀作詞賞、最優秀編曲賞、最優秀バンド賞、最優秀歌手賞の5大部門をすべて受賞した歌手となった。2019年には、 コナンテレビの大型音楽番組、歌手に出演し、準優勝の成績を収めた。ありがとうございます。